特集です。今回はようこそ視聴室へをお送りします。どうぞ。カニ市では住み心地一番カニを目指して、子育てをしている人や子どもたちが安心して暮らせる子育て世代の安心づくりを重点方針の一つに掲げています。全国では少子化が進む一方、共働き世帯の増加に伴って保育所のニーズが高まり、都市部を中心に多くの自治体で待機児童が問題になっています。そんな中、保護者たちが子どもの保育園入園までの手続きをスムーズに進めようと、少しでも早いうちから情報を集め活動する保活という言葉まで出てきました。こうした問題を改善するために、国は今年4月から保育所の認可の範囲を広げる新制度をスタートしました。今回のようこそ視聴室へでは、乳幼児期の子育て支援を中心に、蟹市の現在の状況やこれからの取り組みについて市長に伺っていきたいと思います。市長、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は乳幼児期の子育て支援を中心に蟹市の取り組みについて伺っていきたいと思いますが、はい、市長、市は多くの政策の中で特に子育て支援に力を入れていらっしゃいますね。そうですね、子育て支援っていうのはね、うちの時代にもね、とても大切なことなんですけども、特に最近ね、我が国は人口減少とかね、少子化ってあちこちで言いますよね。人口減少で言うとね、現在日本の人口はね、1億2700万人、およそいますけどね、これが45年後に8700万人ということで、昭和25年といってもピンとこないかもしれませんが、私が生まれるよりもさらに前の戦後間もない頃の日本に戻ってしまう。から少子化ということですとね、今1500万人の子どもさんたちがいるんですけど、これが800万人、これも半分ぐらいになってしまうっていう深刻な状況なんですね、このままいけばね。まあ、そういうことで、特にそのせっかく生まれた子どもたちをしっかり育ててね、大人になってもらう、社会を支えてもらうということで、蟹市ではマイナス10ヶ月からつなぐ、学ぶ、関わる子育てということで、お母さんのお腹にね、大切な命が宿った時から、マイナス10ヶ月ですね、蟹市の子育て支援を始めようと、そういうことですね。確かにお母さんはお腹にお子さんが宿った時から子育ての不安が出てきますもんね。その段階からサポートしてもらえるというのは心強いですね。そうですね、力を入れてね、子育て取り組んでるんですけども、子育てのニーズっていうのがね、時代とともに大きく変わってくるんですよね。特に蟹市では10年ぐらい前から3歳未満、いわゆる未満児と言われるね、0、1、2歳という子どもの保育ニーズがね、急激に高まってます。ついにね、今年度は保育園に入られたこのお子さんの数がね、1298人ということで過去最高になったんですね。特に0歳1歳というね、そういう小さなお子さんを中心にね、途中で、年度の途中でね、入りたいというニーズがすごく増えてきて、なかなかね、希望に応えられない、どういうふうに対応していくかっていうのがね、大きな課題になってるんです。全国的に待機児童が課題になっていますが、蟹市でも希望する園に入園するのが難しい状況になってきているんですね。そうですね、今から2年前ですね、平成25年に子育て世代の方へね、人数調査を行って、それをもとにね、近い将来どのくらいの保育のニーズがあるのかという計画を立てたんですけどね、1歳2歳についてはその時の計画の31年の予測の保育数をね、もうすでに超えてしまっていると、そんな状況なんですね。
予想よりも急なスピードで 1,2 歳児の入園したい子どもたちの数が増えているということなんですね。そうなんですね。国ではね、今年の4月から子ども子育て支援制度というのがスタートしてね、蟹市もそれに沿って蟹市子ども子育て支援事業計画というのを3月に立ててね、4月からそれを進めているんですね。でも非常にニーズがね高まってますし、保育ニーズも多様化してますんでね、もうそれに応えていくために、そのできたばかりの計画ですけども、もうそれを前倒ししてねやっていかなきゃいけないという、本当に予測以上のね状況になってるんですね。現在蟹市にはね、蟹市の私立ね、それから私立含めて9つのね保育園があって、保育の希望に対応してるんですけど、先ほどから申し上げているようにね、3歳未満の保育に対応するためにね、定員が6人から19人というね、小規模のね、でもきめ細かい保育ができる小規模保育所というのをね、民間の方にね開設してもらおうと。これも計画は28年度に作る予定だったんですけど、今年の10月にね、河合にカジノキ保育園というね小規模保育所が開設していただいたんですね。でももうすでに手いっぱいで、ですから今度は28年度に新たに2つのね小規模保育所の開設に向けて、民間でね今準備をね進めていただいていると、そういう状況なんですね。計画を前倒しされた上に、さらに2円追加で計画をされているということですが、その2円で今後の保育ニーズに対応はできるんでしょうか。いや、それがですね、まだまだねニーズは増えていくんですね。ですから計画ではね、30年に予定していたね、これはもっと大きな規模の保育園をね、民間の保育園を作ってもらおうということで、坂戸にね蟹川園という高齢者のための施設があるんですが、そこの使っていないね用地を、民間の保育園をやってくれるという方にね無償で提供して、そこに保育園を作ってもらおうと。これも30年の予定だったのを29年の4月ですね、1年早く作ってもらって、保育のニーズに応えていこうということでね、まあ急ピッチでもうすでに準備を進めております。蟹川園というと高齢の方がデイサービスを受けたり、いろんなことをして楽しめる施設ですよね。なぜ蟹川園の敷地内に作るんでしょうか。蟹川園のある春里ですね、それから隣の片平、ちょうど蟹川園のあたりが保育園のないね空白地帯なんですよ。だからまずそういうニーズのあるところに作るということね、それからまあ公共施設なんですけれども、公共の用地を無償で貸すということで、高齢者施設なんでね、高齢者の方と子どもさんたちが同じ敷地で過ごすと、高齢者にとってはね、子どもたちに何か教えるようなね機会があれば生きがいになりますしね、まあ子どもたちの笑顔を見るだけでもねとても元気になりますよね。子どもたちにとっても自分の親以外の大人とかね、おじいちゃんおばあちゃんと触れ合うということは成長にとってもとってもねいいことだと思うんですよね。高齢の方と子どもさんたちが交流することでお互いにとてもいい効果が生まれるんですね。そういったね新しい保育園を作るということに加えてね、今ある幼稚園も認定子ども園に移行してもらうと。認定子ども園っていうと聞き慣れないかもしれませんけどね、幼稚園でありながら認定子ども園になることでね、例えば幼稚園ですと3歳からですけどね、それを未満児もね預かることができるとか、あるいは幼稚園ですと3時にはね3時まで預かりなんですけど、それを延長保育でねもう少し預かってもらうというようなね、非常にサービスの範囲が広がるもんですから、こういうこともね PR していきたいなというふうに思いますね。急増する3歳未満児の保育ニーズは今後も増えそうですね。そうですね。
未満児の子がね、保育園に通ってる通園率ですね、これが0歳の子がおよそ 7%、 1歳の子が 21%、 そして2歳の子が 27% ですから、まだまだね増えると思いますね。それから共働きの家庭が増えてますし、女性もね、社会進出というか働きたいという、そういう方も多くなってますし、さらには蟹市でいうとね、いろんな企業が来てくれたりして、また企業活動も盛んになってきてるんでね、労働者が足りないということもあってね、これからも保育のニーズはね増えると思いますね。そうですね、子育てをしながら働ける環境があるというのは、蟹市に住みたいと思う大きな魅力の一つになりますよね。住み心地一番蟹を目指して、ぜひ環境を整えていただきたいです。そうですね、環境を整える、保育のね環境を整えることも大事なんですけど、一方でね、子どもと親が一緒に過ごす時間、これがとっても大切なんですね。特に未満児の子にとってはね、お母さんお父さんとこうコミュニケーションをね、する時間というのが、将来成長していく上でね、みんなと仲良くやれるとか、付き合いがうまくなるとかね、そういう社会力ですね、そういうのをつけるために第一歩となる、本当に大事なことですので、そういう時間もねぜひ大切にしてほしいと思いますね。特に最近子育ては大変だという、ことをよく聞きますしね、いろんな問題あるんですけど、一方でね、子育てというのは何事にも変え難い、とても楽しいことだということを経験者は言われるんでね、蟹市をはじめ市民の皆さんが子育て中の方々をね、サポートして、あ、子育ては楽しいねと、子どもを育ててよかったねと思ってもらえるようなね、そんな蟹の町にしていきたいですし、そういう子どもたちを育てて、せっかく授かったね、大切な幼い命ですからね、みんなで、応援してたくましくね立派に育てていただくような、そんな子育ての町にねぜひしたいというふうに思います。蟹市の未来を築いていく大切な子どもたちですから、しっかりと育っていってもらいたいですね。市長、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。